はい、というわけでね、今日はデリカ&プラドツーリングっていうことで、みんなでそばでも食べに行きましょうってことでね、集まってるんですけど、途中ね、撮影スポットに行ったり人体実験をやったりね、盛りだくさんな内容でね行ってみようと思うんで、最後まで見ていただければと思います。そんなわけでレディーゴー。はい、というわけでね、今度はアタロー号の車窓から。エロいっすね、やっぱね。ラブホテルがね、タワーで泊まれるように休憩じゃないから、まあ、今回もね、P が大変だと思いますけど、いい P 車がね、まあ、監視カメラもある。すげえ。太陽光もある。今誰か可愛い声出した。完璧です。ダメだこれ。ヤムちゃん、この先の方がすげえぞ。これはもうロックモードだね。うん。俺は車無理だな。いや、これカオリちゃん大丈夫？やばい！半上だ、半上。なんかやばいんだけども。みたいな匂いするけど。あのね、あ、石の上歩ってくればよかったじゃん。え、そうだね。おぉ、いいね。あ、魚いる？原住民ガビコンが二人。東川口探検隊。隠れた、隠れた、隠れた。東川口。あそこから降りてきたみたいな。ガビコン見てる、見てる。あれ、天狗だ。天狗。もしかしたら七口。一応こっち見て、なんか手振ってる。原住民が手を振ってる。あそこの草むらで、草むらから出てきた。ガリゴンだ。ヘリコプター乗せないと。あ、水を飲みに。水を飲みに入ったのか。まさかの。ヒロミさん、まさかの。やるんなら見えないとこでやらないで。ちゃんとカメラ回ってるとこでやって。いや、もう濡れたついでにもう一回。嫌だよって。あ、ほら、平らなってる。これいいね。でも3回行ったで。2段、せーの。
水切りのプロ。まだまだ来てる、まだまだ来てる。水切りって言わないから。室伏これはいけるかな。これ押すなよ。腕こけたらシャレになんねえだな。その前にカメラその前にカメラ。わあ、それ絶対こけらんないやつ。あ、なんかもう嫌な予感しかしないはい、というわけでね、今カエルさんが川の中からねエンジンの化石を掘り出しました。これマジですよ。ここにこれマニホールドですよね、2つすごいよね。ってことは、ね、紀元前にエンジンが存在したっていういや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 すごい、ね、これは希少な。テリリリリテリリ。これだってプラグの穴すもんね。木が流れてきた。こんな方でしっかり触ってね。ほら、ピーだ。俺仕掛けると大丈夫だけど。そうだ、しか入んない。あれ、何フルーツ？ミラクルフルーツ？このフルーツを舐めるとこんな酸っぱいものでも甘く感じると。ミラクルフルーツです。これを使って人体実験をしたいと思います。3人じゃんけんかい。5人でじゃんけんして、あ、そう、そのミラクルフルーツは3つしかありません。で、5人でじゃんけんしてどっちにする、勝った人が舐めて、で、そこにレモンが5つあるんですけど、皆さんかじって一気にかじります、はい、で、どれだけポーカーフェイスができるかっていうゲームです。よし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 。いや、とりあえず5、1人これ。あ、でもさ、分かっちゃうじゃん、誰が勝ったとか負けたとか。いや、じゃんけんのところは映さない。いやいやいや、カリさん、それ一気飲みはダメでしょ。いや、できちゃう。1時間くらいはする。はい、ちょ、みんな、はい、お手を拝借よー。あ、じゃあこれで一歩締め。勝った人がこれか、うん、で、その中の5人選抜して、あ、じゃんけんして勝った人が3つ、うん、これプリントので負けた人が2人これに参加。レモン汁はいいな。レモンにあるレモンの汁だ。面白い、これ丸ごといけるから。あ、ほんと、うん、でいきますか。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。あ、この3人は生レモン。そう、生レモン。生レモン、生レモン。ミラクルフルーツを生で食え、あの、食べてない人は誰でしょう。あ、丸ごといけるから。これがザ・テレビジョンで。あ、今言おうと思って。なしで。ザ・ゴスビジョン。チャ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 。え、これは皮ごとなんですか。皮ごといける。あ、ちょっと待って、待って。さあ、誰でしょうの。ミラクルフルーツを食べた人は誰でしょう。で、このままカッコリカリいける。せーの。うわ、勝て。バカ。勝て。ほら、これうまくねえな。勝て。え？誰これ。なんか嫌な音なったけど、うん、え、どうした、どうした。皮まずい、皮まずいんだよ、うん、中身がいい。皮ダメだこれ、吸えるじゃん、中。え、でもここまで吸えよ、吸えよ。皮ダメだこれ、吸えてない、言ったらバレた。すげえ、DHC のビタミン C たっぷり、うまっ。なんかフレーズフルーツ、うまっ。みんなこれ、すっぺーな。あ、そうするのか。ペンはすっぺーよ。でも、ほんまにね。食べてるよ、ちゃんと食べてる。うまっ。でも、辛くない？これ。
辛い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 。いや、マッサンの手入れんじゃん。でも俺、レモンだと表情が歪むから。レモンされると。なぁ。全然。え、だって今すでに日焼けで歪んでますから。なんかトイレの匂いなくて。すごいレモンの匂い。ねぇ、匂いがすごい。ねぇ。これほらな、こういうの5分やってたらみんな入るんだよね。でここだけもう、B2 がビタミン C で美白。うん。唇痛いな、俺。ちょっと待って、これ。唇痛い。これなんか酸素だけど。マッサン、今しかない。ダメ。ダメ。押すなよ。今押すなよ。今打った？絶対に押すなよ。絶対に押すなよ。だから、待って、指がぬるぬるするレモンだから。押すなよ。地味に地味に地味にしてるから。というわけで今ね、今まで皆さん失敗を打ってましたけど、実際にミラクルフルーツを食べたのは誰でしょうということでね、答えをコメント欄に書いていただければと思います。正解者の中から抽選で5名ポスがね、おめでとうって言ってあります。つぶやきかい。電車で来たもんね。あそこの駅に言われたよね、無事に。確かに。ちょっとあのお茶のあれ持ってね、酒なんか飲みながら電車にやり過ごしちゃって、寝過ごしちゃって帰るけどだ。俺また高低差あるな。いや、このグーグルマップなんかおかしいぞ。駅の方にあるのか。その前に車止まってるところかな。宿泊客よねえの。あれっぺな。これかな。あれっけ。あれっす。水沼ビレッジ。多いっすよね。うん、俺のね、いつもの恋愛殺し文句は君のそばでうどん茹でてあげるだから。そばやで。ちょっと何言ってるか。私はあなたのそばがいいとかじゃなくて、そうのそばでうどん茹でるから。そっちなんだ。はい、終わって舞茸天がもう一枚入ります。いいよね。おすすめのいろり御膳ですね。そう。いただきます。さて、今日どんな味がするんでしょうか。いただきます。うん、まるでそば粉を練って伸ばして切って茹でたような味がします。長かった。今回長くてちゃんと引っ込んだけど。曲がったっすね。うま
かった。上りと下りはね、違うんだよ。あ、そうなんだ、うん、でちなみに、上りが第二イロハ。落とされてる、攻めてる、攻めてる。いいね、これは地位ね。なに、なに、自分ちょっと後ろで、後ろで、後ろでゴロンゴロンしてる人がいる。なに、どうした。ふざけんなっつった今。ちょっと捕まってとか言ってくれる。あ、じゃあちょっと捕まって。びっくりしちゃったよ。相当捕まった方がいい。本当後ろでゴロゴロしちゃった。はい、というわけでね、今日は大間々の方から日光の方までね走ってきたんですけど、普段何気なく通り過ぎてるような場所でもちゃんとね下調べしてから行けば結構ね遊べる場所とかあったんでね、皆さんもぜひ調べて行ってみてくださいよってことで、73点々